ビッカースクロスレー装甲車は、イギリスのビッカース社の参加にあたるクロスレー社が開発、製造した送輪装甲車である。いくつかのバリエーションがあり、大日本帝国海軍が輸入して、海軍陸戦隊で使用した1925年型の m 2 5四輪装甲車が、日本では著名である。第一次世界大戦において、イギリス海軍は飛行場の警備用に四輪。 装甲車を開発、使用した。戦後、イギリス海軍は、こうした車両の保有を止め、イギリス陸軍でも1920年代からは、早期式の軽戦車への移行を図りつつあったが、植民地警備用としては、需要があり、クロスレー車は、装輪装甲車の製造を続けていた。M25 は1925年に開発された型で、1923年開発の、 M23 の紹介量型である。車体は5 5ミリメートル厚の走行で覆われ、車体全部にエンジンを搭載し、車体上部には半球形の特徴的な旋回銃刀が乗せられた。銃刀にはビッカース重機関銃マーク I が前方に向かって2つ、後方に向かっても2つ搭載できたが、実際は前方の2つだけという場合が多かった。 重刀に取り付けられた二つの機銃はそれぞれ別の目標を狙うことができた。また、最高時速6 4トルという優れた高速性能も持っていた。主にイギリス帝国内の植民地部隊に配備され、クロスレー社ではインド仕様と続称していた。第二次上海事変におけるビッカースクロスレー、装甲車部隊、クロスレー装甲車のバリエーションの一つ。 得意な重刀形状は M25 と共通している。日本では、まず陸軍がビッカースクロス冷装甲舎をシナチュートン軍に配備するために1927年11月に3両を調達することを決定している。イギリスから輸入されたビッカースクロス冷装甲舎は、翌年の1928年4月にシナチュートン軍に2両が支給された。 シナ中東軍に支給された2両はシナ中東軍の天津中東不評隊に配備された。残る1両は同年7月にウーズレー走行自動車2両とともに関東軍に特別支給された。満州事変では満州のビッカースクロスレー走行車1両はウーズレー走行自動車とともに市外の警備や追撃戦などに使用された。 シナ中東軍の2行のビッカースクロス冷装甲舎は満州事変の時に起きた転津暴動に出動している。一方、日本海軍も担当している上海の日本人疎開の警護のため、1920年代後半にビッカースクロス冷装甲舎の導入を決めた。日本海軍は兵力的に小さな陸戦隊での防戦を想定し、装甲車の戦闘力と機動性の高さに、 大きな期待をかけていた。遅くとも1928年には、上海陸戦隊への実戦配備が始まっている。陸軍のものとは若干仕様が異なり、タイヤは中部式のものではなく、ソリッドタイヤを装着している。満州受変勃発の影響から、上海付近の情勢も緊張の度合いを増し、1932年1月、日本人僧侶に対する暴行事件をきっかけに、 上海でも日中の戦闘の火蓋が切られた。この頃には上海へは7両以上のビッカースクロスレー装甲車が配備されており、日本側で唯一の装甲戦力として使用された。貴重な装甲車両である本車は1両ずつバラバラに配備され、陸戦体兵士の戦闘に立ち活躍した。上海市外の舗装路は送輪式の本車の行動を容易にした。しかし、 5.5mm の装甲板は、銃弾の命中角度によっては貫通された上、装輪式のため少しの障害物でも重大な問題となった。中国軍も、市街地の地形を活かして、路地の影や建物の上層階といった資格から、手榴弾を投げるなどしたため、本社は数量が失われた。それでも、全般的に見て、本社が活躍したことは、紛れもない事実であり、 応援の日本陸軍部隊が到着するまでの2週間を、わずかな数の陸戦隊で、大人数の敵部隊を食い止めるのに、大いに貢献し、総輪装甲車は戦闘の役に立たないという従来の評価を改めさせた。本社の活躍を受け、日本海軍は、新型の総輪装甲車として93式、装甲自動車などを採用した。1936年に発生した2.26、 事件では、陸軍の89式中戦車、九92式、重装甲車と共に、海軍所属のビッカースクロス冷装甲車が出動した。本社は、1937年の第二次、上海事変でも活躍した。その後も中国方面の警備任務に使用され、太平洋戦争終了時点でも一両が、上海海軍特別陸戦隊に配備されていた。高橋、 58ページ。写真と証言で綴る2.26事件。2019年11月14日閲覧。上海海軍特別陸戦隊、陸戦隊本部原油品目録戦車、装甲車、機重車の部アジア歴史資料センター、レフ C0801083000。ありがとうございます。